誰がアホじゃ。美魔女の真実。やあ、先生圭介だよ。今回やっていくのは最近出た次の日の新作、美魔女の真実、マリンの秘宝戦。今回次の日、また VTuber さんとコラボしました。第1弾がキズナアイ、第2弾がホロライブの、犬神コロネときて、第3弾がまたホロライブ、宝生マリンとのコラボです。すごいよな、次の日。最近結構人気配信者とのコラボばっかやいよるな。もうタイトルに次の日って言ってなくなっとるからなでも次の日です。これまた横に移動して、それだけで楽しめるホラーゲームってことになるのかな。今回海の家の物語、船の中かな。マリン船長の船の中を歩き回るようなホラーゲームになるんかな。ちょっと楽しみです。やっていきたいと思います。ストローから飲み物を吸っている時の音。美魔女とは年齢を重ねた女性につけられる呼び名である。時を超越し美魔女となった宝生マリン、彼女の美貌に隠された秘密とは。今その真実が明かされる。え、宝生マリンってそんなに年取ってる人なの？あれ、JK のイメージだったんやけど俺あれ違うの？違うのみんなやばい、フジテレビの夜11時ぐらいから放送してる番組みたいなテロップ出てきたけど主人公も海賊っぽい見た目はな、海賊の新人みたいな若さの感じの子やな。あれ、ここは、あーい、こっちこっち。宝生マリンのモノマネしたいけどさ、そんな能力は俺にはない。多分宝生マリン、マリン船長が呼びかけてきようやろうな。多分主人公は新人って感じが、あ、でも今の感じからしたらさ、いつの間にか目が覚めたらここにいましたみたいな、そんな天候やもんな。出航ブラジャーとかビキニのシールとかちょっとエロスですね。オレンジ、あー、なんか海賊船ってなんかこういうさ、オレンジ置いてがちやな。なんか知らんけど、なんだろう、ワンピースの波でもおるんかなあ、来たー、マリン船長。美しくいらっしゃって、あとおっぱいも大きいですねようこそ我が船、新人海賊くん。やっぱ新人海賊っていう設定なんじゃ俺。あなたは宝生海賊団の船長、宝生マリンです。こんな感じの喋り方じゃなかったっけ。声は似てない、声は似せれんけん、皆さんそこは期待しないでください。さすが案内しますよ。さあついてきて。え、ああ、はい、上がってんなこれ主人公。どう考えてもこんな美しい美女を目の前に、顔がほてってるなこれ絶対それとは裏腹に、顔ちょっとあんまりちゃんと食べてなさそうな感じの、健康的じゃない顔、肌の色ですけどね。あれ、これいきなりもしかしてマリン船長の部屋に誘われるパターンじゃないですか。扉にこんなガラスでさ、マリン船長の顔を映し出されるって、ああ、アイノス、アイノスじゃここ、マリン船長のアイノスに誘われてる気がするいいのか、そんなんでいいのか、俺でいいのか。あ、ネズミおるすっごいカラフルなネズミおったな今。虹色クワガタかよって。来た、それじゃあ船の中は案内しますよ、まあ、とりあえず船長室を呼ばせてください。船長の部屋に、船長の部屋で、あー、おお、胸が来たそりゃそうなるわ、俺でもそうなると思うわ。胸の膨らみ楽しんどけよお前、明日からしっかり働いてもらいますからね。掃除、洗濯、ご飯作り、雑用じゃないか。それとフルーツでビタミンを取らなきゃ。オレンジがあるからな。明日から全部君の仕事ですよ。
じゃあ夜のベッドの上での音相手も俺が仕事かな。報酬海賊団ってさ、手下に支払われる給料はマリス船長の体で支払われてるって本当ですか。なんか切り抜き動画で見た気がする。それじゃあ君の部屋はここですよ、クルール。はい。え、でも個室ないんでしょ。で、下っ端は個室ないんでしょ。あ、マリンルームがある。隣じゃ。船長の部屋は隣だけど、覗いじゃダメだぞ。あれ、マリン船長ってそんなプリッコキャラなんじゃ。あまり配信見たことないんだよな、俺。どうしようかな。壁に穴開けてそっから覗こうかな。映えない程度のサイズの穴開けようかな。朝か、次の日かな。あ、結構豪勢な肉あるで。へえ、海賊っぽい。この料理マリン船長が用意してくれたのか。あー、しかも野菜もちゃんとついてバランスが良さそう。でも俺はできれば味噌汁飲みたかったな。世界観に当てないかもしれんけど、ちょっと味噌汁飲みたかったな。あ、ちゃんとお酒もある。朝からこれ晩飯かな。どうなんだろう、嬉しいな。なんすかこれ。ところでこの隣、どころの中に入ってる飲み物なんすか。すごい気になるんやけど。もぐもぐ、これから可愛いマリン船長と一緒だなんて幸せだな。他のクルーどこおるんだろうな。でもなんで俺以外のジムがいないんだろう。うわあ、俺の気になったことをいきなりちょっと聞いてくれよる、ね、そうよな、他の人おらんで。え、何これって、新興旅行の船なんかな。俺世界中を旅するってそういう意味なんかなって、俺は新興旅行なんかな、そういう感じなんかな。ん、なんだ、めっちゃオレンジある。マリン船長そんなにオレンジ大好きだっけ。あー、なんか穴開けてる。おい、俺がやろうとしていたことを先にやられてる。あれはまさか、もしかしてあそこからマリン船長の部屋が覗けるんじゃ。いや、俺とこやっぱみんなそれするよね。多分前の船員の人がやったんだろうなって。それはみんな考えること一緒じゃわお前。あれ、誰もいない。あっ、ホラーゲームみたいに出てきてた。あ、ホラーゲームだったわ、これ。わっ、もう、覗いちゃダメって言ったでしょ。すいません。え、なにこれ、ラブコメじゃん。あー、ベタな展開。かわいいマリン船長の顔はこんな近くに。今日、俺、寝れるかな。大丈夫。最終日の後には、天国へ昇天するから。あ、海賊らしくこういう感じのね、寝床なんですね。いや、寝てるやん。スーってなんか明らかないびきかいてるやんお前。熟睡じゃねえかお前。次の日寝れるかなって言いながらバイバイ寝とけこいつ。ふぅ、一人で掃除するのも大変だな。船でかかったもんな。どうして俺以外の一味がいないんだろう。まあいいや、マリン船長に報告しよう。なんだこれまでマリン船長かっこ船員は一人だけみたいな感じでやゆうたんか。最初の目立ち出たばっかのルフィみたいな状態なんだ。まあちょっと怖いところは出てきてませんね、2日目。もう第1日目はもう完全にラブコメとかしとったけんな。あ、なんだこの人形。え、なにこれ、一刻動画持ってそうな人形なんだなお前これ。あ、なんだ
ああ、そうか、ヒラくんか、ここで。こんな人形なかったけど。マリ船長、こういう人形好きなんかな。聞いてこないね。あ、ハートじゃ。そうか、この手前にハートがあったもんな。ハートの、なんだろう。ガラスがあったような気がせんでもない。あったっけ？お、こういう窓さ、火が進むにつれて絶対幽霊とかが顔を覗いてくるパターンですね。なんだこれ。めっちゃ鍵かけられてる。鍵二つもつける必要あるかな。一つでよくない。なんで俺以外の一味がいないんだろう。やっぱその疑問がずっとなかなか飲み込めない感じ。聞くのか。おお、誰が来た。誰やお前。なんかホロライブというよりはどっちかって言ったら二次三次っぽい見た目の人がおったけど。ネズミ捕まっとんじゃないか。通せられとんで。わあ、なんだこれ。人形めっちゃあるぞ。え、宝生マリンってそんな人形大好きなキャラだ。時計。6時だよ、全員集合。まあ明らかに怪しい音波を送ってきやがる。あれ、学校のチャイム。そうだ学校に行かないと。思い出せ、ここはお前のいる世界じゃない。何してるの。え、わあ、ちょっとやべえ、見つかったみたいな顔している人形たち。あー、逃げた。え、なんだ、他の船員は人形に変えられてしまったみたいな設定なん。なんかそんな感じする。マリー船長、俺の部屋で何を。え、俺の部屋そこ。何、何じゃないよマリー船長、なんで俺の部屋から出てきてんの。何、俺の一晩寝て汗が染み込んだベッドをくんかくんかしてたの。あー、変態なんだから。いや掃除が終わったから報告を。あー、やっぱあ、逃げてる、逃げてる、隠れてるね。人形たちが怯えてる。掃除お疲れ様。君の部屋に食事を用意しておいてから、残さず食べるんだぞ。あ、今日も用意してくれたのか。わあ、押し付けてきてる。さあ、お部屋までご案内しますよ。そう、ボニュっていう音が聞こえただけで俺大満足なんやけど。俺も、その、マリン船長の胸の膨らみ堪能したいです。スパチャいくら送れば堪能させてもらいます。まあ、あ、どうした？マリン船長。ねえ、あの時計は君が鳴らしてんの？え？違います。いや、なんか人形が鳴らしてたような。へえ、そうなんだ。時計は掃除しなくていいから、余計なことはしないで。ほ、ほう。あ、出てきた。なんかシュールな出てき方したな、この人形たちも。気になるやん、そんなことに言われたら。時計気になるよ。掃除するなって言われてもさ、年代物の時計だったらさ、ちょくちょく掃除した方がいいんじゃないかなって俺思うんやけど。いつかもしかしたらさ、ハードオフとかで売る時が来るかもしれんで。
あ、和食じゃ。あれ、今日、あれは俺が味噌汁飲みたいって言うだけ。俺が味噌汁飲みたいって言うだけ、和食の方が好みなんだな、みたいな感じで聞かせてくれとるやけど、これ。ちゃんと心を飲み物もお茶やし、中身。どう見てもこれ。和のお茶なんやから、これ。ああ、卵焼きご飯じゃ。卵焼きご飯じゃない。何や、卵焼きご飯って。卵かけご飯な。卵焼きよくご飯って何やねん、おい。初めて見たわ。健康的だな。いいね。日本人らしいわ。健康にはいいんだけど、ちょっと味気ないかも。俺は新人海賊だし、肉とか食いたいな。たまに食うぐらいがいいんやって、そういうんで。それにしても、なんで他に一味がいないんだろう。その疑問もまだまだ気になっているところです。ああ、また穴がある。まだ、ね、対処してないこの穴。もしかして、他の一味はマリン船長の部屋にいるのか？何、幹部とかになったらさ、ほんまに、夜に部屋に連れて込まれてさ、一緒にベッドの上で一夜を共にしているのか？そういう特権があるのか、幹部。そう、幹部、羨ましいな。階層のくせに。昆布です。それは昆布です。あー、お前、待っとっただろ、お前。お前、視線感知するの敏感すぎだろ、お前。なんでお前気づくんだよ、お前。船長、また覗いてすいません。秒でバレる。あ？れ？マリン船長。え、なんかある？どういうこと？どういうこと？どういうこと？ プッシュアイ、え、何？ なんで押すっていう思考に至るん、これ。押してみよう。あ、ポスター。は？壁紙？壁紙っていうかな、ちゃう、なんだろう、なんて言えばいいんだろう、これ。ハリボテ。あ、でも持って帰りたい気がする。これ持って帰りたい気がする。 やば、誰か来る。これ持って帰ったらさ、家でイチャイチャできるぞ、お前。なんで？マリン船長がハリボテね。どうなっているんだ。で、ハリボテがニョキって言って穴からの顔のぞかせてきたん。でも気になりながらもう一夜を過ごす。疑問はちょっと解けぬままやな。その間に船長は部屋で何をしているんだろうな。これもハリボテ？これどっち？本物？次の日。誰の声だ、これは。まあ、あれやな。こっちが相手のことを覗いてるんだったらさ、相手もこっちのことを覗いてる覚悟がないといけない。めっちゃ土砂降り。あ、そうか、そりゃそうか。海の天候は変わりやすいみたいなこと言おったっけ？いう話をよく聞くよね。傘あるんやな、でも。傘あるんや、これ。この船、何かおかしいな。どうして俺の他に一味がいないんだろう。 何回も言おうけど、それを確かめる方法はなかった。それに、船長の部屋から感じた妙な気配。ハリボテのマリン船長。あのマリン船長は本当に本物なのか？真実を確かめないと。おっと、この雷のエフェクトもなかなかクオリティ高いな。そろそろちょっとさ、ホラー表現的なのが出てくり始めると思うんです。腐ってる！オレンジあんなにさ、食べ頃な感じの見た目だったのにめっちゃ腐ってる、一日で。隣にもなんか出てき始めたよ。いつも通りこの扉から入っていく。捕まってる！わあ！
人形捕まってる？あーでもマリン船長のファンのリスナーたちはこういう縛られて責められるっていうことで、ね、むしろ幸福ですよね。ご褒美ですよね。俺は分からんけど、多分マリン船長のファンはマリン船長にこう締め上げられて拷問を受けるっていうので、ね、羨ましいと辛い思ってるでしょ。もしマリン船長のファンがこの動画を見ているんでしたら、そうですよね。手叫んでますけど、これは幸福な顔です。マリン船長のファンの幸福な顔です。これはギャグバンジー。逆じゃねえな。なんで逆って時なんだ。あー幸福そうな顔、マリン船長に痛めつけられてすごい幸せな顔ですね。あー緩いに詰められた人もいますね。ショーターゲ、なんで書いとったんだろう口。あ時計が壊されてる。昨日ここでチャイムの音を聞いて、何か別世界の記憶が戻った気がしたんだ。あれは何だったんだろう。そこに何してるの。あ、いた。マリン船長。おお、どうした？マリン船長76歳だった。ああ、76歳の方。76で会っとったっけ？なんかたまにこれも切り抜き動画で見たことあるけど。え？実際におるんよな、こういうマリン船長の年取った姿って出てくるんよね。マリン船長。ショックショッキンガーショッキンゲストってこういう言葉を言うのか。そこにもいたか。ビーマージョー。ああ元戻ってる。君そんな顔してどうしたの？今マリン船長が老婆に見えて。ああそんなわけないでしょう。いつもの可愛いマリン船長でしょうが。いや影、影はおばあさん。見た目はピチピチ、中身はババ、その名も宝生マリン。あ、いや、その…そっか、きっと使えてるんでしょう。今日の掃除はもういいから、ゆっくり休むんだぞ。あ、はい。え、今日おっぱい押し付けてきてくれない？あ、いつも一日の終盤あたりでさ、抱きついてきておっぱい押し付けてくれやん。あー、おばあさんになったら胸垂れてる。マリン船長は本当に若いのか。今日の晩飯。失速になった。えらい失速になったわ。これ装飾じゃん。こんなの海賊王食じゃないよ。ああ俺高校生だしさ、もっと脂っこいものが食べたいって。あっ、え、俺今高校生って。そっか、元の世界のことじゃんだん思い出してきとんじゃ。この船はどうなってるんだ。マリン船長は本当に若いのか。
あの老婆の姿は俺の見間違いだったのか。いや、そもそも俺は、俺の存在は一体。あれは、なんだ。ああ、またなね。いやあ、もう開幕こっち見よるやん、こいつ。こいつとか言っちゃった。あれは、もう開幕お前出てきとんかい。ま、ババアって言いそうになったね、お前。ババアマリン船長。ババリン船長だよ。もうババリン船長だよ。こっちを見ている。まずか、覗いていたのか、ずっと。覗いていたつもりが、覗かれていたなんて。何その、騙していたつもりが騙されていたなんて、みたいな感じの。騙し合いのライアーゲームやめろ、お前。怖い、まるで監視されているようだ。気づいてないふりをして、寝るしかない。俺は、どうなってしまうんだ。やばいな、最近のライトノベルのタイトル的に言えばさ、最近好きになった推しの VTuber がババアでしたみ。最近推し始めた VTuber が実はババアでした。コミックス第2巻発売中。そうそう、何かさ起きそうな気がする。ああ、もう覗きすぎ。何すかそれ。わあ、スプレー、なんかスプレー出してきた。うわあ、わあ、呼ばいすな。ババリンやめろ、お前。せめてそう姿で、若い姿で来て、せめて。来た、次の日。おい、おい、おい、起きろ。え、今ちょっとジャイアンの声っぽい感じで喋ってみた。おわ、捕まった。え、なんだよこれ。ち、声が大きい。マリン船長に気づかれるぞ。おい、のび太。え、マリン船長ルーム。何が起きてるんだ。いいか、よく聞け。ここはお前のいる世界じゃない。いや、やっぱりここは違う世界なのか。そうだ、マリン船長はお前たちを海賊の世界に引きずり込んだ。現実世界から気に入った人間を引きずり込んでいるんだ。え、何。ってことはリスナーたちももしかしたら。え、じゃあもしさ、常連さんの中で最近古代ないって人がいたらさ、気に入られて腰の世界に引きずられたってことで考えていいかな。そういうリスナーさんおるんかな。気に入る基準ってなんだろうな。俺たちの姿もマリン船長が考えた登場人物そのものだ。そうだったのか。マリン船長は一体何が目的なんだ。詳しくは言えないが、お前に恐ろしい契約をさせるつもりなんだ。恐ろしい契約。え、何、もうホロライブ以外の配信を見てはいけないみたいな感じや。見たら罰金何百万円みたいな。さあ、推しとしての覚悟を試される。ホロライブの発行式を貫けるのか、それとも他の事務所の個人さんとか、そういう他の方を見てしまうのか。ホロライブファンとしての度胸が試される。覚悟が試されるか。俺たちはそれを拒んだから、ここで無垢にされ。ああ、ホロライブ以外の V
VS プとか2時3時とかを見たいんやな。そういうタイプの人たちやな、これ。魂を人形に宿したこの世界の住人にされてしまった。そうだったのか。なるほど。ホロライブ以外を見ないっていう契約を拒んだらこういう姿にされるんじゃ。怖いわー。あー、取れた。ロープを解いたぞ。サンキュー。後ろのはしごを登って上へ行け。この世界から脱出する方法を探すんだ。わかった。お前ら、ありがとう。なんだ？来た！何そのポーズ。なんだそのポーズ、お前。そいつくれ。逃げろ。待てー。ここマリー船長の部屋だったのか。とにかく逃げよう。うわー。マリー船長は美魔女というよりか普通に魔女じゃないですか。美魔女というより普通に魔女じゃん、これ。脱出の方する方法だってどこを探したらいいんだ。とにかく逃げろ。あっ、おっ、うわあ。マリン船長、何が目的なんだ。契約って何なんだよ。ここは船長が作った世界ですよ。あんたが作った世界な。いや、マインクラフトじゃ世界じゃあるまいし。船長から逃げるのは許しませんよ。何その、お残しは許しませんでみたいな感じや。食堂のおばちゃんとどっちの方が年上なんだろう、これ。さあこっちへおいで。せめて年が若返る悪魔の実食ってからにしてください。ん、え、なんだ。ああ、え、ちゃー、ラクライ受け取る。いやなことある。何、ガンダムサンダーボルトの世界戦だよこれ。ビームが、ラクライがビームを弾いたみたいなぐらいの、なんじゃそれねみたいな運の良さ。マリー船長に雷が直撃を、エネルが天空の世界からエネルが落雷を落としてくれた。ありがとうエネル。やったか。あ、死亡フラグやってないフラグ。ない、モクモクロニー食った。下に倒れとる瞬間にモクモクロニー食った。なんか煙出てますよ。こんなんじゃ船長は倒れませんよ。不死身。さあおいで、おいで。うわあ、フリー素材の叫び声。そしてどうなった？終わった！エンディング。あ、今回エンディング分岐ないんかな。前回は、え、前回ってか犬神コロネの時は分岐があってさ、ホラーなエンディングとギャグのエンディングがあったけど、今回は分岐ないんかな。
悪かった、お前たち。あんだけ助けてもらったのに、異世界に戻るところじゃなかったわ。マリン船長、不死身だったわ。悪魔の人に不死身になるような能力のやつおるん。月光ベートーベンの、ベートーベン関係ないやろ、お前。ベートーベンここ関係ないやろ、お前。何エンディングに使っとるからって何をお前一人の登場人物みたいなポジションでおるやな。星お前とベトベン何の関係もないやお前。78歳か、俺76歳って言うたな。ベトベン余計やん。なんだ？あ、捕まったんじゃん、あの後また。うわーっていうフリー素材の叫びの後。せーて！お前の名前は。何？あれ？千と千尋の神隠しのワンシーンこれ。わ、人形魂を閉じ込められようとしてる。お前は千だ。ああ、そして人形になった。お前もダメだったか。いや、今度こそチャンスはある。もう一度試してみよう。あ！え？時戻りよる。もう悪魔の身、悪魔の身の能力でそんな能力あるんかっていうレベルのことが起きてますけど。そうか、2周目があるんで、今作。だからアホじゃねえよ。そっか、2周目か。ステイスタート画面がこれ。アホそこでバーサの方出てくるのにちょっと笑うなお前。しかもよう見たらこれさ、ここのマリン船長バーサになっとんじゃん。これ小さくて分かりにくいけど。ああこういう感じから、もう最初から何もかも変更されてる。これ真相編。ああこういう感じで二部構成になっとんじゃん今作。あ、時戻ってる戻ってる。時々のみみたいな誰か食ったな。時を戻す能力、時々のみ、チートレベルやな。あれ、ここは、あ、最初に戻ってきとるぜ。おーい、こっちこっちーっていう序盤の展開が。なるほど、1日目からやり直す感じなんだよなこれ。どういう感じなんだろうこれ。真相編ってことはあれか、1日目から振り返ってマリン船長の視点でちょっと描かれてそうな感じがするけど。ああもう最初から老婆や。最初からババアの状態で出てきたおやつ。ってことはあれか、セリフは一緒ってことは、だから魔法かなんかで見た目を幻惑させとるかね。幻惑魔法みたいなんで、こ主人公からはああいうピチピチな見た目で見えとったけど、実はババアだったんだよって、黒字点でババアだったんだよみたいな感じなのこれ。あ、いやこれ主人公ババアであることをすでに気づいてる。捕食海賊団の船長の、ハハハハハ、捕食
マリンです。それピチピチな時にこの胸のボヨンっていう見た目見たかったんだ。強調すな、おっぱいの膨らみってか、おっぱいの弾力を強調すな、その顔で。なんかワンチャンタモリさんがコスプレしてみたいな感じになってる。タモリさんが星野真里のコスプレしているという謎のミスマッチ。すでにローマの姿で見えている。早速案内しますよ。さあついてきて。よかった、抱きつかんかったわ。あ、そこもマリン船長の顔にやってる。なぜローマの姿で見えているんだ。まさか前回の記憶を引き継いでるのか。そうだ、あ、人形の声も聞こえてくる。わあ、みんな死んだみたいになってる。マリン船長は時間を巻き戻した。何、ペコパ、ペコパの話している。お前は黒世界から脱出方法を探すんだ。お前ら、わかったぜ。脱出する方法なんかあるのか。喋るかーい。2回目喋るんかーい。おいわーい。さあ行くぞ。ババア船長になってちょっとさ、船長に対してのムラッケっていうのがなくなってきました。いかがわしい、いかがわしい。なんだ、由々しき事態です。それじゃ船の中を案内しますよ。あー、抱きつくな、抱きつくな。そのポジションはダメ、そのポジションはダメ。ああ、胸が大きすぎて当たっちゃいます。いや、ビシビシだった頃そんなこと喋ってないだろお前。ごめんなさいじゃない。え、だマリン船長からはピチピチに見えてるだろうっていう体で喋るよ。現こうなるんか。早く案内してくださいマリン船長。でないとその顔をぶちめぎますよ。そ、そうね、早速だぞ新人海賊くん。あ、話してる。明日からしっかり働いてもらいますからね。なんか歩くの早くない。年取っておけ、歩くスピードもあんま速くない感じかなこれ。もう淡々と歩く。船長のこと気遣わずに淡々と歩く。ははは、もうこっちから見たらどう見てもタムリさんがコスプレしたみたいに見えるんよな。それじゃあ君の部屋はここですよって。大体似たような展開。1日目をベースにちょっと改変があるような感じ。揺らすな、定期的におっぱい弾ませるなお前。見ねえよ、なんかその姿で言われるとちょっとムカつく。胸の中に何仕込んでたらそんなポヨンポヨン定期的に動くんよ。元のピチピチだった頃にそうやってほしかった。で、1日目の食事は豪勢だよな。脱出への活路はあるんだろうか。1日目だけそうなんよな。もう覗いてもいい。食ったら寝るか。そこはスパリって言うたら寝るな。逆にすがすがしいな。ああ、でも向こうはこっちのこと覗いてるわ。そうやな、マリン船長からしてきたらさ、気に入ったからこそクローの世界に呼び込んどるわけやけん。ふふ、あれだけ言う、これやめとこ。ほほ、あれだけ誘惑したら覗いてくるでしょ。まあ、エロ劇なんだけど。
なんで？種明かしが終わってんだよ、すでにな。熟睡してるわ。もう寝てる。マリの部屋覗かなくていいな。シュート漂いすぎだ。なんかさ、最近ズロヒってさ、逆芸人の時あるよ。お前ズロヒってさ、ホラーゲームかと思っとったら逆路線に走ってる時ってあるよね。よく眠れたか。元の世界に帰る手段が見つからない。この世界に閉じ込めてマリン船長は何が目的なんだ。あの感じからしたらさ、完全に俺のことを何かさ好きだからこそこっちに呼び込んだ感じ。船長が怪しまれないように部屋を戻ろう。どんにかしてワールドブレイクしないか。この世界船長が作ったんだったら、その世界をワールドブレイクしないか。世界を壊すような能力を手に入れたい。あ、仮面ライダーギーツじゃ。デザイアグランプリで優勝してこの世界書き換えようぜ。それしかない。誰かデザイアグランプリ開いてもらえませんか。なんならもうこの動画見てる視聴者でもいいから、デザイアグランプリ開いてください。俺がデザシーになってこの世界書き換えてやるわ。ちゃんとしたマリン船長かっこ17歳とイチャイチャできる世界。このババアの船長じゃなくてさ、ちゃんとしたピピピなあの美人なマリン船長とイチャイチャできる世界に変えたい。俺が優勝したら。でもこれ以降どうなんだろうな。なんだ？この辺は一緒やな。お？なんだ？ネズミは拷問を受けている。チーズを食べてなくても食べられない拷問だ。一周目で同じことが起きているんだな。そういう拷問だったんじゃ。でも人形たちはどこにいたんだ。確かにそろそろチラッと姿を見せ始めていきよったと思うんやけどな。シャボン。かわいそうやけどちょっと見よって面白い。時計も封印が行われてる。時が戻ったけん当たり前やけど。あの時人形たちが記憶を蘇らせようとした。あいつらも同じと俺と同じ外の世界から引きずり込まれたんだな。そこへ何してるの。あ、間違えた。そこへ何してるの。こっちこっちこっち。タモさん、マリン船長。あー、揺らすな。お前デフォルトで揺らしてくるな。お前どうせお前ブラジャーつけるめんどくさになったんだろう。お前やべえ、顔さえ見なければちゃんと興奮できるのに。そんなポーズ取るな。一周目そんなポーズ取るよとか、お前。え？待てよ。時計は掃除しなくていいからねって、よく考えたら伏線だったんじゃない？よくよく考えたらさ、この一文にもうちょいさ、注目するべきだったんじゃない？この時計に何かあるって考えればさ、この時計を今のうちに調べとった方がええんかって感じになるんやな。やっぱり船長は思い出せないようにしている。あ、揺らえるスピード増やすな。お前中山筋肉んか。お前筋肉ルーレット始めるな。お前これは一緒。こんな感じだったな。
ちょうどさ、味噌汁飲みたいって言った次の日が和食になったん聞かれてびっくりしたんやけどな。で、覗き穴の件、やっぱ多分、まあそうやね、向こうからはこっちのことを覗いている。いつ食べ頃かなみたいな。ははは、期待したんだこいつ。まあ、エロガキ、このかな。しかし、現実は違った。月光、こんなところで使うな、ベートーベンの月光、お前。マリン船長のがっかり感を呼び出すためにベートーベン使うな、お前。嘘どうして。熟睡してらっしゃるわ。笑うねん、この顔、お前。何でも寝てるな。どうしてマリンの部屋覗けないの。これが連邦6シーンだったらスレッジのハンマーでさ、マリン戦地の壁を全部壊してるからな、お前。覗いてほしいんだったら穴開けてやるよ。あ、そうか。この日は雨が降りよったわ。早う時計のほどに気づいてほしいな。やっぱ時計に何かあるんだろうって思うやけどな。マリン船長がさ、一言言ったけんな。時計は掃除しなくてええよって言えばさ、触ってほしくない。触られたらまずいことがあるってことで考えたらいいと思うよ。それにちょっと主人公が気づいてない。時計を調べるんだ。で、俺が言ってもこの子には届かない。さあ、どの表紙でそれに気づくか楽しみにしましょう。今、無の感情で見てる、これ。このマリン選手の顔を無の表情で見てる。もうええよ。なんでアホーって言うたびに俺立ち止まらなあかんの。もっとテンポよく、もう走ってもええよ、お前。ダッシュないんかなって思うところ。シフトキー押してもダッシュできん。あ、ああ、一瞬目ではここに人形がおった。よう覚えとんな、お前。今回はおらんのか。おったおった、そういえばやっぱりいない。人形たちはどこに行ったんだろう。そうよな、この辺にもおったと思う。やっぱり人形たちがいない。一周目とは未来が変わったのか。この後に送る未来も変わるのだろうか。おそらく俺は高校生だ。現実世界から海賊の世界へ引きずり込まれた。この衣装もマリン船長が作ったものだ。一体何が目的なんだ。そこで何してるんだ。もうちょっと慣れてきたわ。慣れてきた俺がおるわ、お前。時計は掃除しないでいいって言ってるし。
余計なことしないで。やっぱ時計王座はどうにか。結構口はある？ババアと知った瞬間し態度すげえ悪なっとる。そこじゃあアクラ様にババア言われたらちょっと笑ってくるだろお前。ババア、元はといえばあんたが緊急じゃねえか。もうみんなここで笑う絶対お前。よし、もう真実を言ってやる。あ、言うんじゃん。ちょっと大胆な行動に出たな。では、しかし雰囲気いいな。このすごい土砂降りの中でさ、真実を打ち明けるっていうシチュエーションは完璧。君、そんな顔してどうしたの？ちょっといいですか？マリン船長って、老婆ですよね。あぁぁそんなわけないでしょ。いつの可愛いマリン船長ですよが。大体なんで覗いてこないの？プリップリのマリン船長が隣で寝ているのに。プリップリとか言うな自分で。お前今もうカリッカリになったんだよお前。その姿で言われるとやっぱりムカつく。ぜぜ、もう年じゃないやけん、そんな声荒げんでもええ、汗かくな。筋肉ルーレットやめろお前。そっか、きっと使えてるんでしょう。今日はご飯を用意しておいたからしっかり食べるんだぞ。3日目はどうせ素食だろうが。いつまで筋肉る。あー、早めた早めた。右乳左乳交互に見てんじゃないよお前。そんなスケベな2700はいらんのよ。あれ、あ、いやいや、いつも通り、いつも通りっていうか、一瞬目と一緒か。さっさと食って寝るか。これ辺は一緒。で、今日こそ見るでしょうっていう期待を込めたマリン船長。あれ、涙目になってないですか？あれだけアピールしたんだから。今日こそ覗いてくるはず。鼻水も出てる。必死すぎる。ははやめろ結構お前。ベートーベンをこんなところで使うな。虚無の顔なるな。ははははは。諦めて元の世界に戻してくれ。夜の出航。何ちょっとうまいこと言ってんだお前は。そんなんで無理やり男たちをアホイさせてきたんかお前。伸びた。おい起きろ伸びた。え？あ、ここで人形たち。でも人形おらんか？あれ？は？しまった。いつの間に？あ、できた。声が大きい。マリン船長に気づかれるぞ。一生展開やねこれ。お前ら。やっぱりここにいたのか。お、そうかお前2周目だな。2周目という概念お前らも分かっとんかい。そうだ、
でも黒部屋世界から出る方法は見つからなくて。やはりそうか。いいか、よく聞け。黒世界はマリス船長が作った世界だ。え、もしかしてマリス船長一回デザイアグランプリ優勝したデザシになったん？デザシになった世界戦の無法相マリン。だからこんな世界に作ったんじゃ。自分が好きな男をイチャイチャできる世界みたいな感じで作っとんかな。ということは、マリン船長を倒せばこの世界は崩壊するはずだ。マリン船長を倒すって何もそこまで？やばいな、ギーツ呼んでこなあかんのかな。浮世絵エース呼んでこなあかんかもしれない。これを見てもそう言ってられるか。え、ああ、こういう届けだと。新しい本籍マリンの世界じゃねえんだよお前。妻になる人宝生マリン78歳余計だなお前。やばいやばいやばい、マリン船長との婚姻届だ。え、でもマリン船長のファンだったらさ、これファングッズとして欲しいんじゃないかな。どっかで売り出されんかなみたいな。宝生マリンと次の人のコラボでこういうグッズ出されたらファンたくさん買いそうな気がするな。船長はあの扉の向こうでこれを大量に清書している。一枚でええのに。マリン船長は結婚を求めてこの世界様よ亡霊だ。俺たち若者はマリン船長と結婚させられるためにこの世界に引きずり込まれたんだ。デザシの使い、デザシの力悪用しすぎないですか。スポンサーどんな目で見よこれ。そして断られれば袋にされてしまう。はあ、もう分かっただろう。船長を倒すしかお前が助ける方法はないんだ。切羽詰まってんだよ船長は。それともこれにサインできるのか。どうなんだよ。え、怖い話のはずになんかすごいクスッと笑ってくるの。いや、それはちょっと。そうだよな、今の船長はもう正気じゃない。年齢を重ねて結婚に取り憑かれているだけだと思う。でも断ったら有無を言わさず無垢にされこの世界に閉じ込められてしまうんだ。なんて理不尽なんだ、なんてひだみたいなね。バイキングほとんど出てくる。あ、解いてくれた今回も。この辺は一緒かな。ラッキーなことにマリン船長は老後だ。若い俺たちの方が体力は勝っている。マリン船長を迎え撃つぞ。わかった。大丈夫かな、マリン船長なんか能力とか持ってないかな。あ、ここで飛び込んでくるのは一緒。フィジカル強そうですけどね。フィジカル強そうですけどね。結婚しろー。これワンピースの世界だったら海軍のさ大将なれそうだよ。うわー、に逃げろ。待てー。電動ヒートが、うわあ、ま、走るのが早っ。ま、待って。マイペースに歩くなお前。突然のサプライズ少女。どうした、落とし穴。そんなもんあったん。葬った、落とし穴に葬った。あ、いや、上がってきて、え、普通に上がってきた。あいつら船の中にこんな穴を開けて、どうやら傷を処置が必要のようね。もう怒ったぞ。はあ、はあ。無理せんで、年なんだから。え、みかんが全部腐ってる。あいつらこんな痛み残して。
が降りて全然減らないわけだわ。知らんて、どっから持ってきたミラガンじゃね。若者が食べ物を粗末にしようって、その発想がババアだ。よい、周到すぎる。なんかお笑い芸人かっていうぐらい体張ってるな。あいつらまた落としやがる。でもすぐ上げてくれるんじゃ、なんか親切な罠。老体に応えるわ。ほんまやお前。なぜ戦況はこんなにも吹いてしまったのか。時間を休むために自分で今日普通に年を取っていった。調子に乗って時間で遊んでいたらいつの間にか78歳になってしまった。そうか、そういうデメリットがあるんじゃ。年を操る能力を使いてって。この体の老いは調子に乗った罪なのか、船長の罪なのか。ベートーベン。なんかベートーベンさ、なぜかキャラ濃いな、この中に持っても。ベートーベン先生、ゴッホ先生。どっからゴッホ出てきた。船長は年を取るほどにクラシックへの造形が深くなっていった。あ、そうなの。年齢のような奥深さが年を置いた船長の心に活力を与えてくれたのだ。そうなんじゃ。もうなんか涙を流しながらも落ちていく。もうめっちゃ仕掛けてあるし、仕掛けられるたびに戻してくれるという謎の親切心。もうなんかツッコミどころしかない。もうええよ。それより進行側どこまで逃げたかの方が気になるよ。なんだ、階段、階段。あ、階段登るの使えるわみたいな。なぜ船長はここに階段をつけてしまったんじゃ。知らんわ。出口、出口じゃ。そんなバリアフリーのことして言われても俺困るよ。このゲーム、ホラーゲームだろこれ。お前バリアフリーの話しようわけじゃないよ。雨降ってるね。あれ、そんなにお腹出とったっけ。うわー、外じゃー。あ、あー、倒れろー。ゾーマゾーが。若者たちはなぜこんな。もうさ、討伐の勢いがさ、シェンガオレとかラオシャンロンを相手にしようような感覚やもん。え、船長を倒そうとしてるの。時戻った。え、強すぎるだろ。ザ・ワールドでないお前。ジョジョやないかお前。これディオやん。悪魔の身じゃなくてスタンド能力だお前。あと実に揺らすなお前。なぜそこで筋肉ルーレット始める。うわぁ、船長いつの間に。もういろんな能力持っとんなマリン船長。船長に時を止めさせないでおくれ。止まったって時の中は自分だけ動いていたら船長だけが年を取っていき、ついに78歳になっていたんじゃよ。そんだけ時を止めてたんだお前。と、時を止める能力、マジかよ。さあこっちへおいで。あ、エネル、エネル、
周目の俺にはわかる。ここでマリン船長に雷が落ちる。行けエーデル、ナイスー。ちょ待った、時を止め、間に合った、これ間に合ってない。ぐわー、光の速度に追いつけず体に雷が起きてたから時を止めてしまった。スローモーションで雷を浴び続け、何倍ものダメージを体に負ってしまう。恨みに出てるな。あ、これは死んだな。これで倒せなければマリン船長は、まだ立ち上がるの。お前、体ゴムでできてるんじゃないの。エンデルもなんかアホ顔になるパターンじゃないのそれ。ブワー、まだまだ船長は倒れませんよ。やっぱり不死身なのか。諦めよう、終わりだ。今度こそ諦めるな。俺たちはマリン船長にはかなわない。助けて、あ、違う、おいでおいで。誰か悠長にストローから飲み物をすすってるやつがおる。そしてこの効果音、フリー素材の叫び声。え、解決編はないんかこれ。真相編はあっても解決編はない感じ。終わってもた。この世界はもう抗えないというのか。嫌だー、こんなババアの船長と結婚するのは嫌だー。時を止められている間に何もわけわからずに変に責められるのは嫌だああ、あんま驚かしい要素なかった。ゴッホ出てきた、とうとうゴッホ出てきた。ゴッホに至ってはどの絵がゴッホの絵なんかわからんこのベートーベンの月光はさ、あの聞いたことあるんよ。あの何やだっけ、クロエのレクイエムやったことあるけん。なんかぐしゃぐしゃ言ってる。あー、マリン船長78歳に切り替わった。産声を上げるマリン船長とか別にいいよ。終わりかな、さすがに。解決編はさすがにないパターンかな。それじゃあ行きますよ。出航。これだけ見たらすごい微笑ましい光景なのにな。あー、これ解決編もないパターンだ。だからアホじゃねえって言ってたろ、パパ。というわけで、今回の次の日はマリン船長がデザシエになって自分の好きな男とイチャイチャする世界を作り上げた物語でした。この世界を変えるにはやっぱり浮世エースの存在をこちらに連れてくる必要がありますね。というわけで、今月の次の日は8割方ギャグでした。あんまり驚かしい要素はなかったですが、これはこれですごい面白かった。てか笑ったツッコミどころが多かった。もしこの動画をマリン船長本人が見ていらっしゃったら、
ちゃんとしたピチピチな体で筋肉ルーレットを見せてください。